とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、コメントいただきました、ありがとうございます。コメントで求人ボードを見せてくださいよと、いうことだね。確かにこの求人ボードマックスまで上げるのなかなかめんどくさい。キャラクターを入れ替え立ち替えして、ようやく俺もね100まで持っていった感じなんだけど、これのねテンプレがあるとすごくわかりやすいよね。今日はお見せしましょう。そしてね、この生徒カード、これのねレベルの上がり方がいまいちわかりませんという話もあったんだけど、このね生徒カードのレベルの上がり方はフレンドマップを見れば一発でわかります。生徒カードが左にあるよね。そのカードの下にゲージがあると思うんだけど、このゲージが、マックスになるとカードのレベルが上がります。まあ、もちろんね1から2、2から3ってなるごとに、上がり方が緩やかになるんだけども、まあ、このねゲージが、徐々に徐々に増えてきてマックスになると1レベルが上がります。うん、なのでこれを見てからね、あとどれぐらいで上がるんだろうなっていうのを把握しておくようにしてください。はい、ではね求人ボード見ていきましょう。ほんと求人ボードって重要なのよ、すごく重要。この学園ランクが低いと、入れないクエストとかも出てくるし、この生徒会、特に風紀委員、ポリス、この3つね、生徒会、風紀委員とポリス、この3つは超重要で、入手困難な SD チケットを毎日もらうことができるようになるので、まあ率先してこの3つは上げるようにしていきましょう。はい、それではね上の生徒会から順番に見ていきます。ね名前がね完全に全員は覚えてないのよ、完全には覚えてないんで、まあ写真を見てね、あこいつはここに入れればいいのかっていうのを判断してください。はい、生徒会はこんな感じ。名前なんだったっけ、こいつは瀬戸のぼりだった気がするな、瀬戸のぼり、こいつ忘れたな。まあとりあえずこんな感じです。で次、風紀委員、風紀委員会はこのメンツです。うん、まあなんだ、全員4ぐらいから確かランク5まで持っていけたと思うんで、まあランク5のやつが出てくると結構ね、100まで楽勝になるんではないでしょうか。続いて学園ポリス、学園ポリスはこういう感じです。まあ名前は本当に、いや猿吉は覚えてるな、猿吉と旬だったっけ、わからないまあわかんない。はい、これです。で次、学園マフィア、マフィアは、このメンツなんだけども、そんなにね重要じゃないのよ、お金なんで、デイリー報酬、デイリー報酬お金なのでそんなに重要ではないけども、まあランク5はこれでいけます。結構ね学力がオーバーしてるので、もうちょっとね芸術力メインのやつでもいいと思うけどね。はい、次サッカー部、サッカー部はまあ意外と全ステータス低めでいけますね。はい、このメンツです。次テニス部、テニス部、これテニス部はサッカー部より若干難しかったかな、体力だけではなくって芸術力を少し上げなきゃいけないので、まあちょっと難しいんだけども、このメンツでいけます。次応援団だね、応援団は基本納金です。納金を揃えていけばなんとかなる。うん、納金4人と学力を1人入れとけば問題ないかな。まあ、とりあえずこのメンツです。じゃあ次いくよ、チアリーディング部、チアリーディングっていうから女子かなと思いきや、まあ男の子も全然入っていいみたいだね。はい、こういう感じです。まあねランク2のやつとかも入ってるんだけども、
まあ、3だけでもいけるぐらいじゃないかな。次、映画部。映画部です。映画部はちょっと芸術力が高めなので難しいかな、うん、ランクがある程度上がってないと難しいかもしれません。このメンツでランク5に行けます。次、 Y タイムズ編集部。ここもねなかなか難しい。学力と芸術力、これがかなり高くないといけないので、まあ体力は気にせずに学力、芸術力、この2つのみ、高いキャラクターっていうのを選べばいいと思うね。こういう感じです。次、ゲーム研究部だね。これは楽勝、全部平均的なやつを入れればいいと思います。うん、ランク1のやつとかが入ってるからね。なので全然これは楽勝でしょう。このメンツです。では次は正義のハッカー研究会。これは全体的にステータスは高めだけども、まあ平均的なね、ステータスのキャラクターっていうのは多いので、そこまで選ばずにここまで上げることは大丈夫でしょう。このメンツです。次、未来科学クラブ。まあここはゲーム研究部、あ違うな、その前ぐらいのやつと同じく学力と芸術力、これをね極上げしておかないと、ランクが上がらないので、ここは難しかったっぽいね。ランク5のやつが3人入ってる。うん、まあとりあえずこのメンツで上がってます。次、 UFO 研究クラブです。まあこれも平均的、まあ平均的だけどもかなり高めの平均値を求められるクラブとなってますね。この5人で、なってます。体力なんかは結構ギリギリだけどね。はい、この5人です。次、巨大ロボ研究クラブ。これがねなんか文化系っぽいんだけども体力がむちゃくちゃ必要っていうところです。なんだっけ、ごとしくんか、ごとしと、あともう一回名前忘れたな。うん、ここの体力を上げきるのはなかなか苦労した気がするけども、まあこの5人で編成するとランク5までいけました。次、特撮ヒーロー同好会だね。まあマタロウが部長をやってる、クラブになるんだけども、ここはそんなにねステータスは高くなくていいです。こういうメンツで上げました。次、熟女研究会。これだね、学力は低くて体力、芸術、これを上げるっていうこと。まあ熟女研究会なんだけども、女子も入ってるっていう、うん、なかなか素晴らしいところだね。このメンツです。さあもう少しですね、全然前世解明部だね。ここは学力がかなり必要になるので、学力メインのやつを入れてください。ちょっと芸術力がね余りつつあるけども、うん、まあ学力のみってやつが他のところに取られてたんだろうね。はい、一番手前なんだっけ、猿彦だったっけ、猿彦だったような気がするな名前。はい、次、サスペンダーを奏でる部です。ここは意外と楽勝だった。うん、芸術力が高いんだけどもそんなに高くないので、ランクがね低いやつだけで全然編成していけました。うん、1と2、3、うん、4、5がいないっていうことで全然楽勝なんだろうね。はい、ではラスト、 Y 研です。 Y 研も、最初紹介した生徒会とかね、あそこと同じくレベル3にすると、ランク5かにすると SD チケットが1枚もらえるので、 Y 研もなかなかおすすめのところです。でも学力がねかなり高いのよ、かなり高いのでここを上げるっていうのはなかなか難しいかもしれません。このメンツです。はい、ということで今日はコメントをいただきまして求人ボードを見せました。こんな感じだね。多分まあこんな感じじゃなくても全部マックスにすることは可能なんだろうけども、
まあ一応ね、これでも100になるので、テンプレとして、見ておいてください。うん。まあ、ある程度、そうだね、1ヶ月ぐらい、全員ね、全生徒に話しかけていけば、これぐらいの、学生カードのレベルになるんじゃないかな。ちょっとね、時間はかかるよ。レベル上げに時間がかかるんで。はい。まあ、ちょっと、頑張ってやってみてください。ちょっとね、出てきにくいキャラクターもいるので、出てきにくいキャラクターは、1日1回、任意で呼び出すことができるので、呼び出して、で、そいつは仲間にしていってくださいね。はい。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。